みんな男の子も女の子も見えてますか？私です、中森いちかです。今日はみんなの好きなこれを持ってきました。はい、キャップです。なんとこれがあったらファッションの幅がもうこっからこれくらい広がります。もうこう出ちゃうぐらい広がりますので、キャップコーディネートを楽しんでください。バイバーイ。キャップを使ったストリート系のコーディネートで、テーマはスーパーマンの普段着。キャップはブルズのカモフラージュ柄のキャップを使ってます。これはもう本当に何にでも合ってイエーイって感じのノリになるんで大好きで、靴はレブロンのレディース、これはすごい貴重なんで強そう。靴が硬いから踏まれても痛くないし、赤と黒でとってもウルトラ強そうな靴です。靴で変身するの。じゃん、シュワッチ。シュワッチってウルトラマンだよね。靴からこうスーパースーツになるから、上は普段着。ナイキのトレーナーで真っ赤なのに真っ白なロゴがすごい映えて冬っぽくて、これは本当は男の子用なんですけど、女の子が着ると可愛らしくもなるし、ストリートの時はすごいストリートっぽさが映えていい感じになります。こんな服装でダンスをする時はこんな感じ。やっほー、みんな見て、ステージだよ。足腰だわ。足腰きつめ。